私たち北本研究室は磁場や超音波といった離れたところからでも作用することのできる物理的なエネルギー、そしてナノ粒子などのナノ構造材料を活用して健康、医療、つまり私たちのライフを支える技術を研究しています。その中で診断に必要なセンシング技術、治療に必要な薬剤送達技術をテーマとしています。まず小さな磁石の粒である磁性ナノ粒子を活用して血液、唾液、鼻ぬぐい液などの体液の中にある DNA やタンパク質などの生体分子を検出して診断するためのバイオセンシング技術を紹介します。生体分子と結合することができるように磁性ナノ粒子の表面を加工して体液と混合します。その混合液の磁気計測を行います。混合液の中では磁性粒子と生体分子が結合した集団ができます。磁性ナノ粒子だけのものとこの集団が回転する時とで回転の速さが違います。フィギュアスケートのスピンで両腕を広げた時と胸の前に組んだ時とでスピンの速さが変化するのと同じ現象です。粒子のスピンの速さの違いを磁気センサで計測すると結合した生体分子の情報を得ることができます。このフラスコの中には磁石の粒である酸化鉄ナノ粒子の原料が入っています。加熱すると出来上がります。合成したナノ粒子が分散した液体はこのように漆黒の輝きがあり磁石に引き寄せられます。ここでは合成した磁性ナノ粒子や生体分子を電子顕微鏡を使って観察しています。磁性ナノ粒子の性質を調べる磁気測定では超伝導磁石も備えた市販の装置、研究室で設計製作した装置を使います。このコイルは学生さんの巧みな技で作られました。バイオセンシングでは計測のための電気・電子技術、さらにその測定データの解析をして生体分子の情報を得るためにデータ科学も活用しています。超音波を照射したナノマテリアルが生体に及ぼす影響を検討する研究も実施しています。超音波を皮膚や細胞に照射すると注射することなくナノ薬剤を生体内に投与することが可能です。しかし投与するナノ薬剤と皮膚や細胞、そして超音波との親和性が低いとナノ薬剤を投与できず生体を損傷してしまいます。このため投与するナノ薬剤の材料や表面性状を探索し生体への影響を細部まで観察します。このような研究を通じて最先端の医療イノベーションにつなげる技術を創出しています。ライフという言葉には生命、生活、人生といった人に関わることを表す3つの意味があります。一緒に研究して私たちのライフをより豊かにすることを目指していきましょう。